したことがちょっと大事なミスをしてしまいまして、うん、ミスやね。思い出したよ。動画を上げれないんですね。上げられなくなりまして、なんでですかっていうところなんですけど。せい、どうぞ。この家 Wi-Fi がございません。もうね、で前コラボ動画とかで10分以上経つやつとかあってるやん。10分以上のやつとかはすごいよ。もう7ギガ使っちゃうんだって。 4K ってすごいね。怖いよこの世の中。これから 8K、10K、11K とかさ、もうゆいらが死ぬ頃には 100K とか出てくるんじゃないの。ほんならもう毛穴とかもう画面上からさ、もうピュッて出てくるんじゃない。でこうやって笑ったりとかした時の思考とか、もう歯磨いてない人とかすぐバレちゃうよ。もう 4K でも歯磨いてるか磨いてないか分かるぐらいのに、ほんまに磨いてない人磨かないとやばいですよ。やばいね、うん。で Wi-Fi がなくて、もう動画上げれないんですね。でね、編集し終わったらコンビニの Wi-Fi 行ったりとかねするわけなんですけど、コンビニの Wi-Fi 弱すぎ。あれ意味あるん？すぐ止まる。あれ誰のためなん？店員さん。あ、店員さん。そう、もう赤いもんで、その Wi-Fi をも契約してるんですけど、1ヶ月半以上かかるって言われて。それもね、難儀するからね。そう、でもみんな低速は毎日毎日1000円かかってたら、動画上げるの7000円かかるやん。ほんなら追加しとったら、ほんならもう赤いやん全然。でもね、あんまりちょっと更新頻度はちょっともうそれ言い訳やねんけど、うん、そう言い訳やから、もうその事務所行って Wi-Fi をもらったりとかするんで、うん、頑張りますんで、はい、はい、そんな感じです、はい、だからないよーっちゅってね、はいはい、もう家おってもね TikTok すら見れないよーっちゅってね、いう状態なんで、ね、もう公約行動したら一発低速よ。一発よ。そうやのに公約行動開いてもうダウンロードしてもらってね、そういうとこから始めていこうかなって感じなんですけど、うん、だからね、情報量が今ないんですよね。あんま YouTube とか見れないし、うん、入り物が分からないんで、見させてもらえると、はい、もうテレビとかもね、つけるじゃないですか。普通にニュースだけ、もう Netflix も、うん、何にも見れないんで、見たらすごいよ。もう YouTube できないよ、うん、やってくるんで、という報告でした。